というわけで、アビオット待望のノイズキャンセリング機能付きのトゥルーワイヤレスイヤホンの TED-01M を開封してレビューしていこうかなと思います。まずこのパッケージなんですけど、面白いですよね。本体が外から見えるようになってて、でここに引っ掛けるとこがあったりして、店頭でのその販売をすごい意識された箱になってるなと思いました。まあ若者向けなのかなって感じですね。学生さんとかだとクレジットカード持ってなかったりするんで、オンラインよりも店頭で買うっていうのを意識されてる感じですね。まあ、ちなみにアビアットは日本のメーカーさんですね。中身こんな感じです。赤を選んだんですけど、かっこいいですよね。木村カエラさんの CM の色を選びました。まずケースなんですけど、こんな感じですね。ここにロゴがあります。バッテリーの容量がここで見れる感じです。で、こっちは同じで、で、こっち側が USB-C の充電ポットって感じですね。結構かっこいいですね。質感がこの上と下で違う感じです。なんか下の方は柔らかくてラバーっぽい手触りで、ザラッとして柔らかいって感じで、一方で上の蓋の方はツルッとしてて硬い。プラスチック感のある感じですね。どっちもなんかいい感じの光沢で高級感あっていいですね。中もなんか色がちょっと紫色になってますね。これもかっこいいですね。で、イヤホン本体はこんな感じですね。はい。なんかここの質感もちょっと違いますね。外側の質感、わかりにくいと思うんですけど、外側の質感と耳の内側に来るところの質感がちょっと違いますね。違う素材になってます。で、これもね、なんか立体的な形ですごいわかりにくいと思うんですけど、結構この加工結構コストかかってそうだなっていう感じですね。なんかホームページを見ると日本人の耳に合わせた形になってますみたいなことを書いてありましたね。なるほどなという感じです。あとめっちゃ細かいんですけど、ここちょっとくぼんでるんですよ。多分わかんないと思うんですけど、映像だとこうくぼんでてちょっと持ちやすい感じになってます。こういう形で、でケースに入れるとこんな感じですね。かっこいいですね。で、僕が持ってるトゥルーワイヤレスイヤホン、サンドピーツの T2 と比べるとこんな感じですね。こっちの方が細くて長いんですけど、アビアットの方が上から見た形は長方形に近いって感じですね。側面はこんな感じ。どっちもまあまあ小さい感じですね。コンパクトで。まあまあまあ軽くて全然持ち運びしやすいと思います。バッテリー容量もね、10時間連続再生できるので、まあ結構ね、容量も大きいね。長時間も使えるって感じですね。で、重さは 52.2g って感じですね。こっちの T2 は48なんで、まあ少し違いますけど、ほとんど変わらないですね。で、イヤホン本体は 6.5g。はい。で、内容物なんですけど、この下に、ほいっと。ここに入ってる感じですね。じゃん。お、もうケースがついてます。ファッファです。ファッファ。で、この中に充電ケーブルと、あとイヤーチップの替えがついてますね。これイヤーチップ結構変わってて、ちょっとね、厚さが薄い感じになってます。製品保証登録カード、取扱説明書。まあこれオンラインであるんで、別にそんないらんかなって感じです。モードの切り替えは、左側を2秒間長押しするとアンビエントモード。で、右側を2秒間長押しするとノイズキャンセリングのオンオフ切り替えって感じですね。で、もちろんその2つは両立しないんで、まあ、どっちか押せば、すぐ切り替えられるっていうのがいい感じですね。ちなみにこっちの T2 の方なんですけど、でこっちの方は左側の方を長押しすることでモードがこう入れ替わるんですね。でこれが微妙にめんどくさくて、状態が3つあるのに、切り替えたら次のやつ、切り替えたら次のやつみたいな感じなんで、もう最悪2回長押ししないといけないっていうのがめんどくさいんですけど、このモードだと、まあ右側、ノイズキャンセリングやりたいときは右側すればいいし、アンビエントモードを使うときは左側やればいいっていう感じなんで、使い勝手はね、絶対こっちの方がいいと思う。あと細かいんですけど、普通こういうトゥルーワイヤレスイヤホンって、右と左どちらかがプライマリーになって、もう片方がそっち側につながるみたいな感じなんですよね。で、こういう T2 みたいなやつって、だいたい右側がプライマリーって決まってて、で左側がそれに接続するみたいな感じなんですよね。で、それすると何がめんどくさいかっていうと、
左側だけつけたいときになんかちゃんとつながってくれないってことがあるんですよね。で一方でこっちのアビオットの方は、どちらもプライマリーになれるっていう感じらしいです。なんで左側だけ耳につければ、まあ、勝手につながってくれるみたいな、そういう感じですね。そこがいい点かなと思います。まあ価格帯が全然違うんですよね。こっちは1万円以上するやつで、こっちはもうセールで4000円で買ったんで、そこら辺ね、やっぱりね、高いやつ、コストがかかってるやつとそうじゃないやつでちょっと差が出てくるんで、微妙な使い勝手の違いっていうのが価格に現れてるなっていう感じがします。で操作方法なんですけど、まあ普通にどちらでも右でも左でもワンタップすると再生停止できる。で右側を2回タップすると曲送りで、3回タップすると曲戻しで、左側は3回タップすると音量を上げて、2回タップすると音量下げるみたいな感じみたいですね。はい、そんな感じで、まずはちょっと使ってみて、外音取り込みモード、それからノイズキャンセリングモード、あと音質、使い勝手、そこら辺をね、いろんなとこレビューしていこうかなと思います。はい、そんな感じで2、3日使ってみました。まあ簡単に言うと見た目もおしゃれで個性があって、で小さくてコンパクトだけど長く長時間使える。バッテリー持ちもいい、音質も良くて、いい感じのワイヤレスイヤホンだなっていう感じですね。でただノイキャンと外音取り込みモードなんですけど、特にねノイキャンがねあんまり強くないなっていう感じです。僕もう一個サウンドピーツのやつがあるんですけど、まあこれの機器と比べると、まあ、少しノイズキャンセル効いてるかなっていうぐらいですね。まあいわゆるファンノイズ、換気扇の音とかがちょっとまあ消えるかな、聞こえなくなるくらいかなっていう感じです。まあ外に出てね使ってみたりはしたんですけど、まあ自動車のエンジン音とかもまあある程度カットされるマイルドなノイキャンっていう感じですね。でまあ外音取り込みの方はまあ全然問題なくて、普通に使える自然の音が聞こえるっていう感じですね。でなんでこの見た目が気に入ってて、バッテリー持ちも良くて、ちょっとコンパクトなやつ欲しいなっていう方はおすすめですね。見た目でこれを選ぶっていうのはありですし、まあもう一個ね、これの下の機種みたいなモデルがあって、それが TED-01GV っていうのがあるんですね。それはちょっとね、これに比べるとちょっと角張ったケースなんですけど、まあそっちもね、イヤホンの本体の方は見た目が結構似てるので、そっちの方を選ぶっていうのも全然ありかなと思います。そっちの方がね、まあ5000円ぐらいちょっと安いんで、まあノイキャンもいらないやっていう人はそっちも検討してみるといいんじゃないかなと思います。で、いい点としてはやっぱり見た目の個性っていう部分と、あとはコンパクトさ、バッテリー持ちの良さみたいなところになるかなっていうふうに思います。あとはね、やっぱこういろんなところね、細部でね、すごい作り手のこだわりを感じるなっていうのがありますね。このイヤホンのやっぱね、この形状とかすごい、複雑な形になってるんで、まあ合う人は合うだろうなっていう印象なんですけど、僕左側はね、すごいぴったり合うんですけど、右側がね、逆にね、ちょっとなんかずれるっていうか、きっちり ね密閉してくれないんで、そのせいでね、ノイキャンの効きも悪いんじゃないかなっていう風に感じてます。なんで、その点はね、実際、まあ、使える環境にあるんだったら試してみるっていうのはいいんじゃないかなと思います。で、あと音質に関しては、まあなんていうか、すごい特徴のある音っていうよりは、綺麗な、割とフラットに近いような、音が出てるかなっていうふうに思ったんで、まあ個人的にはすごい好みの音ですね。で、一応まあ同じ、価格帯は全然違うんですけど、トゥルーワイヤレスイヤホンの T2 と比べると、まあ、こっちはもうどんしゃりっていう感じなんで、こっちの音の作りに比べると、なんていうか、丁寧な感じがする、フラットな、まあ元の音に近い感じがするんで、まあ、こっちの方がね、もう個人的には好みですね。ただそんな大きな差があるかっていうと、まあめちゃくちゃね、価格が全然違うんですけど、こっちが5000円ぐらいで買って、こっちは1万円、2000円ぐらいなんで、そこまでの価格差があるかっていうと、本質にあるかっていうと、まあそこまででもないかなっていう印象ではあります。オーディオコーデックなんですけど、AptX Adaptive っていうのをこれ搭載してるんで、Bluetooth だけで音質こだわるよっていう方はこれいいと思います。まあ一言で言うと、まあ音質もそれなりに良くて、さらに AptX ってちょっと接続性にちょっと難がある部分があったんですけど、まあ自動的にね、ビットレートを変換して、接続性もいい環境の時は、ビットレート上げて、ちょっと Bluetooth 通信が悪くなってくると、ビットレート下げるみたいな仕組みが、載ってるみたいなんで、そういうね、本質と接続性、両方取りたい人っていう
のも選ぶ理由になってくるんで、これはいいんじゃないかなと思います。で例えば、まあ、さっきから何回も出している T2 の方は、まあ、ASBC しかないんで、そこら辺ね、変わってくる、そこら辺ね、で選ぶっていうのも、いいと思います。ただし僕はアップルクソ野郎なんで、このアプト X 基本的に使えません。全部 AAC になっちゃいます。そこら辺はね、まあ、iPhone 使ってる人は関係ないんで、そこら辺は注意してほしいなと思います。あとめちゃめちゃ細かいんですけど、これをね買う選ぶ色とかどうしようかなと思って選ぶときに、いろんなね、まあ、モデルさんがこれをつけてる写真がいっぱいあるんですけど、なんかいろんなモデルさんの横顔がいっぱい見れました。そういうのなんかいいよね。やっぱね、ある程度ね、安い、こういうモデルになってくると、色とかね、バリエーションがね、なかなかなかったりするんですよね。なんかね、黒しかなくて、結構武骨なデザインが多いと思うんですけど、まあこれはね、アビアットのシリーズはすごいね、カラーバリエーションも豊富で、見た目もね、なんかおしゃれですよね。まあそういうね、他にはない、他のメーカーにはない、良さがあると思うんで、この見た目、これいいなと、惚れたっていう方はね、選ぶっていうのはいいんじゃないかなと思います。実際ね、この、TED01M っていうのは、赤と、これ赤ですね。と、アイボリーと、パールホワイト、ネイビー、ブラック。あと、テント専用カラーっていうのもあるっぽいですね。ロイヤルブルーと、シルバー。これはヤマダ電機。青。ロイヤルブルーはヤマダ電機で、ビッグカメラでシルバーが買えるって感じらしいです。結構面白いですよね。あと、めちゃくちゃどうでもいいかもしれないんですけど、すっごい細かいことで、この名前、TED01M もう全然覚えられないです。これ日本のメーカーあるあるだと思うんですけど、型番そのままで売ってるじゃないですか。これもうやめた方がいいと思います。他のメーカーさんもそうなんですけど、型番で言ったって分かんないじゃないですか。こういうのって結構口コミとか SNS とか大事だと思うんですよね。アビオットのこれ買ったよって言うじゃないですか。で他の人が聞いて、あ、アビオットっていうメーカーのあイヤホン、そういえばあの人がいいなって言ってたけど、なんていう名前だったかなって、ググってもわかんないし、もう、なんかもういいやってなっちゃうじゃないですか。なんで、ちゃんとね、名前はね、相性でもいいんで、なんかあった方がいいと思います。これ、個人的に。紹介もしにくいですしね。はい、そんな感じで、アビアットの、TED01M、はい、紹介してみました。概要欄に、Amazon のリンクを載せてるんで、まあそこからね、ちょっとね、スペックとかいろいろ確認していただきたいと思います。はい。じゃあそんな感じですね。参考になったよって方は、高評価、あとチャンネル登録もしていただけると、モチベーションアップにつながるんで、ぜひよろしくお願いします。じゃあそれでは。